おはようございます。セブライフの友です。これはね、昨日の動画の続きというかね、昨日の動画の後にまた撮影してます。で、今はなんだ、朝ね、こっち奥さんの実家に来て餌を運んできて、で今は、あ、暗いとちょっと画質が荒くなるのかな。はい、今は、10時ぐらいですね。喉がね、カラカラでちょっと炭酸でも飲みたいなという気分なので、帰り道にね、サリサリストア、サリサリストアというのは、まあ、シティだとスーパーマーケットがあって、街だとね、まあ、売店、小さな売店があって、村単位とかね、本当に小さな、路地とかに入ると、よいしょ、ちょっと一旦これ結びます。よいしょ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 。こんなとこ撮るなよって感じですがね、 GoPro なんで撮っちゃってます。はい、で村単位になると、村単位とかね、まあ小さな道入ってったりするとね、サリサリストアって言って、本当に家がやってる、家がやってる売店みたいな、まあ家の外からこう呼んで、何欲しいからちょうだいでお金払うみたいなね、駄菓子屋みたいな感じかな、やつがあるので、そこでね、炭酸ジュース、瓶のジュースを買って飲みたいと思います。この村だけでもね、4軒に1軒ぐらいやってるんじゃないかな、10軒以上あります。10軒以上。はい、お、村人発見ということで、村に戻って撮影していきます。本当に竹を運んで、村のね、男の人たちはたくましいです。はい、行ってきます。せっかくなんでタイムワープっていうのを使ってみます。ちょっとね、知ってる、よく行くサリサリストアに人が座ってたので、また別のこっちに向かいたいと思います。ここもまあよく来ますね。何でも置いてる一番でかいサリサリストアです。ジュースは袋に入れてね、持ち運んで飲めるようになってます。まあね、瓶でもらえることもありますが、それだとね、
お店に持って帰らないといけないので、ああやって袋でもらうと自分たちでね、飲みながら帰ることもできるので選べますね。はい、もちろんペットボトルもあります。あれで、瓶の小さなあれで30円ちょいぐらいですね。安いです。はい、ということでお家到着。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、動画の高評価よろしくお願いします。それでは終わり、バイバイ。